はい、どうも、ミルワケストでございます。今回は心拍数0822を歌ってみたいと思うんですが、ここでまさかの俺のターン。召喚妹。普通に呼んでよ。普通にノリ悪いな。もう、ところで妹、何、あんた好きな人はいる？え、何いきなり。今日は好きな人を思い浮かべて歌ってもらうよ。いや、なんで。ラブソングだからに決まってるでしょ。いや、確かにそうだけど、いないんだったらこれを聞いてくれる心優しき男性陣を思い浮かべて歌え。ちょ、そういうお姉ちゃんこそ好きな人は。さ、歌うよ。あ、お姉ちゃんずるい。僕の心臓がね、止まる頃にはね、きっとこの世をね、満喫し終わってると思うんだ。やり残したこと何にもないくらい、君の隣でさ続けてたいと思う。ただ生きていることにありがとう。ただ
音と流れる想いを愛し続けると約束しよう。心拍が止まってしまうまで、お疲れ様でした。いい歌だったね。じゃあせっかくだし、うん、好きな人がいるっていう手で告白してみようか。え、お姉ちゃんが？妹がに決まってんじゃん。お姉ちゃんがやるんだったらいいよ。え、マジか、うん、私のなんてみんな聞きたくないだろ。そんなことないよ、だって私聞きたいし。なんじゃそりゃ。じゃあ妹先にやって。うん、じゃあ好きでした、ずっと前から。恥ずかしい。じゃあ次お姉ちゃんやって。え？じゃあ君のこと好きになっちゃったみたい。やべえ、恥ずかしい。お姉